こんにちは。どうぞおかけになってください。はい、前回の受診は、脳神経の検査受けられてましたね。はい、あれからその検査については何かご心配事ありましたか？その件では大丈夫でしたか？はい、今日は、両耳の調子があまり良くないということだったので、お耳の方を今日は見させていただきますね。お耳の方を触りながら確認していきますので、もし痛かったりしたらすぐに言ってくださいね。少し中の方も見ていきますので、ちょっとライトの方で照らさせていただきます。もし眩しかったりしたら目を閉じていてください。はい、ではまずこちらの耳から見ていきますね。では次はこちらの耳を見ていきます。ですよ。今見させていただいたんですが、両耳の中の方が少し赤くなっていましたね。症状としてちょっと痒いなとか痛がゆいなといった感じですかね。最近耳かきとかはしましたか？その時かと思うんですが、強く引っかいてしまったような跡がありまして、そこからその傷からですね、ばい菌が入って、腫れてしまったような症状が出ていました。ですので今日は消毒をして痛み炎症を抑える薬の方を塗っていきますね。
ず消毒の方からしていきます。もしかしたら少し染みるかと思うんですが、ちょっと我慢してくださいね。はい、ではこちらの耳から消毒していきます。少し染みますよ。次は反対の耳を消毒していきます。少し染みますよ。では次は痒み止めの薬を塗っていきますね。こちらの耳からまた塗っていきます。
願いします。終わりましたよ。それではですね、お耳の薬なんですけども、先ほどのかゆみ止めの塗り薬と、あとかゆみがひどい時のために念のために飲み薬の方も3日間分出しておきますね。塗り薬を塗る際なんですけども、指で直接塗ったりせずに清潔な綿棒を使って優しくポンポンと塗ってあげてください。他にご心配なことはありますか？また何かありましたらこちらの診療所にお越しください。はい、ではお大事に。